こんばんは、シンガでございます。皆さん、スズメバチ刺されたことありますか？僕はあります。ほんとね、1、2年前なんですけどね、スズメバチにね、草刈り中にですね、まあ気がついた時はね、遅かったですね。草を刈ってたらね、まあちょっとね、茂みの中にね、スズメバチの巣があったんですね。で、それに気づかず、わーってやってしまって、もうね、10匹ぐらいブワーって出てきたんですよ。んで、あかんなと思った時にはね、この腕のね、力こぶのところに、1匹止まってて、次の瞬間ね、なんて言ったらいいんですかね、痛さ？ぐーってこう、ぐーってなんだろう。もうね、筋肉の内部から、ぐーって、ぐーやられるようなね、もう、痛みですね。食らいまして。ただね、ここ最近ムカデに噛まれたりとか、他のね、土鉢みたいなのに刺されたりとか、この数年でね、いろいろあったんですけど、なんかね、虫耐性スキルが、あるのか知らないですけどね、大したことにならずにね、済んでるんですよ。ただね、スズメバチ、もう一回刺されたら、なんとかシーショック、アナフィラシック、ショックなったらやだなみたいなね、気持ちはあるんですけども、あえて刺されてみましょうということですね。ワスプ、買ってしまいましたっていうのも、配信ではね、告知したんですが、ちょっとね、レトロテクノをもともとね、僕好きで、昔はよう作ってたこともあったんですけども、あえてね、この令和の今、レトロテクノ的なのをね、定期的にやっていきたいなと思って、アナログ申請をですね、一個欲しいな、ということで目をつけたのが、ワスプですね。ベリンガーさんのワスプです。で、今ね、今さっき届いたんですけども、朝に。まあ、初見インプレッションということでね。いやー、相変わらずいいですね。このベリンガーさんのね、このシリーズ。もう、このね、サイドのウッドとかね、このボディのね、もともとね、これ版権とかはどうなんですかね、わかんないですけどね。ワスプっていうシンセがあったんですよね。タッチパネルの。大昔のね、それを再現したものなんですけど、そのまんまっすね、正直。まあ、つまみもね、なんか写真で見るとね、黄色しててオレンジっぽくて、ちょっと派手かな、つまみだけでも変えよっかな、なんてね、思ったんですけど、実際届いてみるとね、淡いイエローって感じでね、ちょっと、この、なんだろう、古いシンセで白いパーツが茶色くなるじゃないですか、ヤニとかで。そんな雰囲気のね、古さをね、ちょっと感じるんですよね。まあ、もともとこういう色なんですけど、それがね、いいですね、もう。このね、ベリンガさんのシンセはね、やっぱり昔のシンセのね、その、なんだ、キュートでありも、かっこいいっていう、ところをそのまま再現してくれてるので、まあいつもね、僕オーバーレイシートとか作って貼っちゃうんですけども、まあ貼る必要ないですよね。もうかっこいい。もう所有欲がね、めちゃくちゃ満たされる。まあ見た目に関してはこんなところですかね。で、モノラルアウトプットに、ミディチャンネルは
カチカチスイッチでね、切り替える懐かしタイプでございますね。で、エグジットインがあったりいろいろしますが、僕は、まあ、使わないでしょうということで、アナログシンセのね、素の音を楽しんでいきたいかなと思ってますね。でね、ちょっと5分10分さっきいじりながらね、シーケンス鳴らしながらね、遊んでみたんですけど、まあ、最高。もう言うことなしですね。今出してたベース音。あー、このレトロ漂うね、いい感じ。なんかね、他のシーケンスも行ってみましょうかね。しかもね、初心者さんに優しいシンセサイザーですね。実際このワースプっていうのを触るのは僕初めてなんですけども、誰がどういじってもね、ほとんど迷うこと、迷うっていうか、その、音は出ますね。よくあるね、アナログシンセ買ったけど音が出ませんっていう初心者あるあるの悩みはないかなって感じがします。まあ、ただね、この、チューニングとかがね、どこが定位置なのか、ちょっとようわからんので、それはね、他のアナログシンセとアンサンブルした時にね、合わせる必要があるのかなっていう気がしますね。デフォルトがね、一番左にグーンって振り切ってたんで、通常真ん中だろうと思うんですけど、それはね、他のシンセと鳴らしてみないとちょっとわかんないかな。で、フィルターも優しいですね。音が、広い域でね、なんだろう、激しい音量変化もなくね、フラットに使っていけるかなって感じです。LA4 なんかはこのね、コントロールオシレーターっていうところで、まあわかりやすいですね。十分いい感じで聞いてくれます。他のフレーズもちょっと言ってみましょうか。
いいですね。いいですね。語彙力がなくなってますけどね。オシレッター1、2の組み合わせプラスノイズオシレーターっていうことでね、構成的にはかなりもう普通にシンプルなんですけど、なんだろう。音がね、めちゃくちゃ素直っていうか、プレーン、よりね、アナログシンセの中でもプレーンな感じがしますよね。すごい聞きやすいっていうか、耳に優しいシンセだなって感じはしますね。もう一個ぐらいね、シーケンスちょっと作ったんでね、鳴らしてみましょうかね。いいですね。無言になって触っちゃいますね。いやー、早くリズムとかね、他の、キャット、猫ちゃんとね、合わせて触ってみたいと思いますね。で、お値段がね、3万ぐらいだった気がするんですよ。なんで、かなりね、手が出やすいお値段。なのに、この音、手に入るっていうのは、最高かなって、って思いますね。何しろね、普通にミディインとスルーがついてますんで、このシリーズね、集めれば集めるほど、どん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 ね、パッチベイとかなくてもね、スルーでつなげていけるんで、ちょっとね、集めたくなっちゃいますよね、やっぱりね。この、大きさもね、僕はね、大きすぎるって思う人もいるかもしれないんですけども、ちょうどいいですね。これ、ね、普通の、普
通のね、サイズのつまみがくっついてるっていうところがね、やっぱりいい。個人的にはね、まああまり悪口言ってもしゃあないんですけども、アイラコンパクトとかボルカのね、一部の機材とかだとね、つまみがね、もうちっちゃすぎてね、やっぱりね、触りにくいというか、触ってて楽しさがちょっと、減退するというか、やっぱりね、こういうしっかりした大きなつまみでグリグリ触るのが楽しいですよね。ちま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 ちゅ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 っていじってるのは、音作りとかはね、楽しいんですけど、やっぱりね、ガンガンガシガシいじっていきたいっていうのが僕はね、個人的にあるんで、このサイズいいなーって思いますね。いや、ちょっと、またね、今後の動画でわーわーこいつ出てきてね、皆さんのことを刺しまくると思いますけども、お楽しみにしてていただきたいなと思います。届いた嬉しさでね、ここ最近ね、立て続けに動画アップしてるんですけど、また、アップすることになっちゃいましたね。というわけで、今日は土曜日なので、この後、グルボドですね。夜はグルボドです。はい、皆さん、ではまた。